こんにちは、ヒロジーです。今日も動画をご視聴くださり、ありがとうございます。今回は、大分県の天ヶ瀬温泉にある、山荘、天水、の貸切家族湯にお邪魔しています。こちら天水は、一般客室の他に半露天風呂付きの客室や、和洋室に内湯と露天風呂がついた特別客室などを持つハイクラスのお宿です。こちら天水には5つの半露天風呂の貸切家族湯と4つの男女の露天風呂、2つの男女の内湯があります。そのうち5つの貸切家族湯と強楽川の名瀑桜滝を見下ろす滝見の露天風呂を立ち寄り湯として開放しています。紅葉シーズン、こちらのお宿の温泉の周囲は、赤や黄色に色づいた紅葉で美しく彩られます。今回は温泉と紅葉という素敵な癒しの空間、山荘、天水の家族風呂で過ごした模様をお伝えします。天水は、国道210号を日田方面から来ると、JR 高架橋手前の五馬入口信号を右折し、すぐ左折して参道に入るのですが、途中のトンネル工事のため、日中は迂回路を行くことになります。令和4年12月16日までは、210号からはこの道筋になります。ここで左折ですが、Uターンするように曲がり、坂道を登ります。あとは道なりで、スカイファームロード日田と出会うまで進みます。この交差点を左折し、スカイファームロードに入ります。ローズヒル天ヶ瀬の看板を右折して、その先突き当たりを左折し、市道に入ります。スカイファームロードの下をくぐり、先へ行きます。ここからは、車載カメラの映像が残っていましたので、そちらの映像で案内します。この迂回路については、天水の案内看板が臨時で各所に設置されているので、道に迷うことはないと思います。天水の看板が見えてきました。本来は、この前方からこちらに向かって走ってきます。右折して、橋を渡ります。ここに来るまでの道中、黄色く色づいた木が多かったですが、赤が増えてきて、一段と艶やかな景色に変わってきました。看板の指示に従って、左の下り坂を行きます。この駐車場は、宿のものとは違うようです。ここを左折して、さらに下っていきます。正面に駐車場が見えてきました。ただここは来客用ではないようで、左折した先に駐車場があるとスタッフの方が案内してくれました。
紅葉の綺麗な場所に駐車場がありました。山荘天水に到着です。それでは温泉を楽しみましょう。
ー。